ある日突然丸が迫ってきた。事故に遭い、商売道具怪我してどうすんの。絵を描けなくなった沢田は、沢田さん見てるとなんか辛いです。え、丸を描いた。1枚につき100万円ご用意させていただきます。100万。僕、沢田です。沢田さん、社会現象になっているという事態です。偶然描いた丸により一躍有名に。めえらいつか見てろよ。沢田さん、人間丸くないと。いいじゃん。俺も沢田やるわ。俺だって描けるよ、ただ丸じゃん。なんで自分が本物の沢田だって言い切れんの。自分なのに自分じゃない人生が転がり出す。すごっ。丸